夜の帳のその中にこの世の墓なんだ。女がいました。その名はおまん、おまんの方、おまんさんはある時旅に出ました。こけました細い道をおまんさんは歩きます。おまんこけるな、おまんこけるな。おまんさんは森の中を歩いて行きました。おまんさんは木の小枝に引っかかりました。おまん小枝に引っかかる、おまん小枝に引っかかる。おまんさんは奈良の都で鹿を見ました。おまんさんはその中の小鹿に触ってました。おまん小鹿に触る、おまん小鹿に触る。おまんさんはさらに旅を続けます。目の前に大和時代の古墳が見えました。おまん古墳だよ、おまん古墳だよ。おまんさんは旅から帰り家に着きました。しかし柱だけが壊れてました。おまん壊れてるよ、おまん壊れてるよ。おまんさんは漫画を描くのが好きでした。この中で止まりくんが好きでした。おまん止まり描く、おまん止まり描く。おまんさんの家の庭から小判が出ました。おまんさんは盗まれないように小判の間をしました。おまん小判ダンス、おまん小判ダンス。おまんさんの歌はまだまだ続きます。どんな音を突っ込んでお話ししましょうね。どんな音を突っ込んでお話ししましょうね。